オーストラリアのメルボルンで開催された2006年、コモンウェルスゲームズに使用されたオリンピックサイズプールとスターティングブロックオリンピックサイズプールは近代オリンピックで使用されるプールの種類であり、長さ50メートルのレースコースである。これは長さ25メートルの競技用プールをショートコースとすると、これと比較してロングコースと呼ばれる。 タッチパネルが競技中に使用される場合、国際水泳連盟の承認を得るため、2つのパネルの間隔を25メートルか50メートル開けなければならない。これはオリンピックプールで使用されるタッチパネルは一般にサイズが特大であることを示している。オリンピックサイズプールの国際水泳連盟の使用書は以下の通りである。外側にある1レーンと8レーンは、 幅2.5メートルがなければならない。タッチパネルが使用される場合は、各レーンのパネルの間が50メートル必要とされる。スターティングブロックが使用される場合は、プールの端から1.0メートルから少なくとも6.0メートルまで、最低の深さが1.35メートル必要である。他の場所では、最低の深さが1.0メートルである。 プールがオリンピックや世界選手権大会に使用される場合、最低の深さは2.0メートルまで増える。標準な FINA ロングコースプールの簡略図、FINA の2009年会議では、ルールが従来の8レーンから競争用の10レーンが承認された。ABC FINA Facilities Rules 2009から2013 FINA 2012年12月28日、閲覧。AB Facilities Rules FR2 Swimming Pools FINA 2012年12月28日、閲覧。AB Facilities Rules FR3 Swimming Pools for Olympic Games and World Championships FINA 2012年12月28日、閲覧。 ありがとうございます。